駅ご利用の皆さん、八角の皆さん、こんにちは。衆議院議員の塩川哲也でございます。今日5月3日は日本国憲法施行70周年の記念の日となります。日本国憲法は、あの戦前戦争の時代の侵略戦争と国民の人権を抑圧をした、こういう政治制度を根本的に転換をし、国民が主権にあること、そして基本的人権の尊重と恒久平和の原則を掲げる世界に誇るべき憲法となります。その憲法をより豊かに実践をしていく、その政治こそ求められている時ではないでしょうか。国会では憲法審査会などで議論が行われておりますが、しかし自民党がかつて言っていたような、アメリカから押し付けられた憲法だから変えるべきだ、こんな議論は影を潜めてしまいました。それは自民党自身が認めるように、この憲法の中身そのものが大変豊かなものであるということ、これを否定することができないからであります。人権に関わる規定が30条にも及ぶような憲法は世界を見ても稀な存在。他の国は何度も憲法を変えてるじゃないか、こんなことも言いますが、それは他の国々の憲法の中に選挙制度や国の行政機関の制度などの規定が盛り込まれている、それが繰り返し憲法を変える規定になっているだけであって、このようなものを含まない、まさに国民主権、恒久平和、基本的人権という一番の根幹に関わる問題を記した日本国憲法は、シンプルであり、かつ国民の願いに応える内容、これを変えるという言われはありません。今自民党や日本維新の会が憲法を変えろと言っている理由も、その中身を見ればまともに議論する中身とはならない。例えば災害などの非常時に緊急事態条項を作って国に権限を集中するべきだ、こんなことを言いますが、しかし皆さん、東日本大震災の時に被災自治体の首長さんは何と言っていたのか。災害時、非常時には被災者のいる現場に近いところに権限を下ろしてくれ、これが多くの被災自治体の首長さんの声だったではありませんか。被災者を支援するためにこそ権限を自治体に移譲していく、国はそれをしっかりとバックアップをする、国に権限を集中するような緊急事態条項など必要がない、このこともまた現実の政治で明らかとなりました。またこのような憲法改正の理由として、非常時に国会議員の任期を延長すべきだ、こんなことを言う議論もありますが、日本は任意制の国であります。衆議院があり、参議院がある、どちらかが解散選挙中だったとしても、もう一つの議会でしっかりと議論を行うことができるではありませんか。日本の歴史の中で国会議員の議員の任期を延長したときはいつか、あの侵略戦争に踏み出すときだったのではないでしょうか。太平洋戦争を遂行するときに、まさに日本が挙げて戦争体制を作っていく、その準備のために国会の任期を延長した、まさに戦争遂行のための国会議員の任期延長などとんでもないというのも、また国民の声ではないでしょうか。日本維新の会が、今の憲法では教育の無償化が実現できない、教育無償化をするためにも憲法改正は必要だ、こんなことは全く通る話ではありません。そもそも初等中等教育、高等教育、この学費の無償化は世界の流れ、国連人権規約でも謳われていること、このような世界の流れに逆行して高学費を続けてきた日本の政治の貧困こそ問われているのではないでしょうか。予算措置をすれば
教育の無償化は必要だ、憲法改正など持ち出すまでもない、結局憲法改正を言うことで教育無償化をさらに遠ざけようとすることにもなりかねない。こんなことをどうして認めることができるでしょうか。今問われているのは国民の暮らしを守るために、憲法第25条の実現のためにも、今の政治の貧困こそ正していく、このためにこそ力を合わせていこうではございませんか。結局今の改憲論の一番の大元にあるのは憲法第9条を変えたいということであります。皆さん、憲法9条を変える前に憲法9条の解釈を変えるという安保法制、戦争法が強行されました。とんでもありません。その下で米軍と一体となって海外の戦場で戦う自衛隊になる、こんな殺し殺される自衛隊を作るなど認めることはできません。その具体化として、米軍の艦船と自衛隊の艦船が一体となるアメリカの軍艦を防護するという米艦防護が実戦に移されたことは極めて重大であります。もちろん北朝鮮による核の問題、ミサイルの問題、断じて許すことはできません。ありがとうございます。皆さん、しかしその解決のために軍事対軍事の悪循環に陥ることはとんでもない。今必要なことは、北朝鮮が対応のテーブルに乗るように圧力をかけていくこと、経済制裁をはじめとした取り組みを通じて6カ国協議という北東アジアの国々が出席をする、その対話の場に北朝鮮を出すために関係国が力を尽くすということであります。皆さん、憲法9条が掲げる対話を通じた外交努力による紛争の解決、揉め事を解決をするために決して軍事力を使わない、戦争は行わない、この憲法9条の決意を生かした日本の外交方針こそ大きく前に進めていこうではございませんか。安保法制はきっぱりと廃止、この取り組みを大きく進めていきましょう。皆さん、今安倍首相の政治に対して国民が異議を唱える、国会前でもいくつもの集会行動、全国でも広げられております。沖縄新基地建設反対、原発再稼働反対、原発ゼロを目指す運動など各地で広がる中で、こういう安倍首相の政治に対し意見を言う国民の運動が気に入らない、そんな中で出されてきているのが共謀罪法案ではありませんか。国民の内心の自由を踏みにじる共謀罪法案、日本の刑法においては実際に犯罪行為がなければ処罰されることはないのに、共謀罪法案では実際に犯罪行為が行われていなくても合意や計画をした段階で処罰をすることができるという刑法の原則を180度覆す内心の自由を犯す違憲立法であります。断じて認めるわけにはまいりません。安倍首相はテロ対策のためなんだ、国際組織犯罪防止条約を締結するためには必要なんだ、こんなことを言いますが、しかしこの国際組織犯罪防止条約の議論の際に日本政府はかつて何と言っていたのか、こういうマフィアなどの経済犯罪に対処するようなこの条約にはテロは含めるべきではないと自ら主張していたではありませんか。この法案においてもその目的の規定の中にテロという言葉は一言もありません。このようにテロを持ち出すのは全くの口実でしかない、こんなことをどうして容認することができるでしょうか。安倍首相はこの共謀罪法案については
一般の人は関係ないんです。こんなことを言いますが、しかし国会審議の中で法務大臣をはじめとして法務省の答弁というのは、一般の団体であっても性質が一変をせれば共謀罪法案の対象となるとはっきりと答弁をしているではありませんか。皆さん、このように組織の性質が一変したかどうかを判断するのは誰か。捜査機関、警察であります。警察、捜査機関の一存で捜査の対象となる。これは皆さん、これまでもこんな事件いくつも繰り返されてまいりました。例えば岐阜県の大垣市で地域に新たに風力発電の計画が持ち上がった。こういう大規模な風力発電の計画について地域の環境を乱すことにならないのか、生活環境に影響が出ないのか、こういう点で学習会、勉強会を行う、市民の運動が取り組まれる、こんなことに中部電力が注文をつけて警察と一体となって監視活動を行っていた。このことが裁判でも厳しく問われたではありませんか。時の政権などに注文をつけるような市民の活動を監視の対象とする共謀罪法案においては、こういう認定が警察によって行われれば日常的に監視活動が行われる、盗聴や尾行などが行われるような監視社会になってしまう。こんな人権を否定するような共謀罪法案を決して認めるわけにはまいりません。憲法21条で保障されている思想、信条の自由、内心の自由、これを犯す共謀罪法案はきっぱりと廃案に追い込んでいこうではございませんか。皆さん、今安倍内閣が進める政治に対し市民の共同の取り組みが広がっています。あの安保法制、戦争法の強行に対して権力者を縛る憲法、権力者が勝手に解釈を変えるようなことが許されてはならない。この市民の運動が大きく広がって野党の背中を押すことによって野党の共闘が大きく前進をしてまいりました。皆さん、憲法を守るという市民と野党の共同が歴史的に大きく前進してきたのがこの数年間の取り組みではないでしょうか。ここ埼玉でもオール埼玉総行動の取り組み、安保法制の廃止などを掲げた大規模集会、1万人集会が毎年2回繰り返される。そしてこの5月にも計画をされております。今埼玉県内衆議院の15の小選挙区単位に連絡会が結成をされて、市民と野党の共同が地域単位に草の根で広がっている時であります。また5月の21日には浦和で女性の市民連合の大きな集会も開かれる。女性の独自の集会、全国でも初めての取り組み、埼玉県で行われております。市民連合と野党との総選挙に向けた共通政策の土台作りも始まりました。この流れこそ日本の未来を開く力であります。安倍暴走政治をきっぱりと転換をし、市民の願いが生ける、憲法が生きる社会の実現のために力を合わせていこうではございませんか。憲法記念日にあたって、本当に憲法が花開く政治を実現をする、安倍首相による改憲をきっぱりと断念をさせる新しい政治の流れ、起こしていこうではございませんか。このことを心よりお訴えをいたしまして、私衆議院議員塩川哲也からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ただいまの訴えは塩川哲也衆議院議員でございました。